はい、魔王ちゃんの勇者誘惑大作戦ということでですね、こちらのゲームは、勇者様のレベルが99あるということで、勇者様を誘惑で落としてしまおうというゲームとなっております。魔王というかサキュバスのやり口ということで、じゃあやっていきましょう。レベルドレインじゃん。勇者のレベルが99でサキュバスがレベル1で、勇者のレベルを1吸ったらめっちゃ経験値テーブルが違うせいで、勇者がレベル98になってサキュバスがレベル60ぐらいになるやつじゃん。さて、ここは皆さんご存知、魔王城。この世界では人族と魔族が日々いがみ合っております。鹿と嫌がらせ、集団喧騒、命のやり取り、陰謀暴走、大戦争、なんか弱いのから強いのまで様々、バリエーションにはこと欠きません。それほどまでに彼らは相入れぬわけです。とはいえ、いい加減安息が欲しい彼ら、とうとう人族と魔族それぞれのトップが躍り出て、さあお互いを討伐せんというところですが、勇者さんはレベル99あるってマジ？うん、レベル99だった。なんかお前けん玉得意そうだな。なんかね、経験値100倍のギフト持ってて、15歳の頃にレベルカンストしたんだって。ちなみに魔王様はレベル40ね。レベル勇者が99じゃなかったとしてもちょっと弱えな。無理無理無理、バカ野郎、そんなやつ相手にしたら消し積みにされる。なんでよりにもよって私の代でそんな化け物が生まれたんだよ。今は災難の町で装備を整えてる最中で、あさって出発するんだとか。レベル99もあるならここに来るのもあっという間だろうな。満足の時代も終わりってこと。待って待って、柵を練る、私は柵を練るぞ、諦めないぞ。まずそんなやつが今までここへ殴り込みに来なかった理由って何？レベル高すぎて人からも恐れられてて、人間不信の極みだったんだよ。あ、なるほどね。じゃあ寝返ってくれるかもしんないね。で、この度国王が焼き土下座を披露して決死の説得、しぶしぶ討伐に行くことになったんだとか。あ、本当に誠意があるなら熱した鉄板の上だろうと、土下座したくてたまらないはずということだな。王の覚悟やば。でもしぶしぶで滅ぼされたくない。あ、そうだ、浮かんだぞ、そこにこそ穴がある、浮かんだぞ策が。あ、なになに、レベル40の分際で何ができるって？お前は何なんだよ。やかましは魔界湾に沈めるぞ、レベル12。王の気品マイナスにしないでよ。で、どんな素晴らしい策略が？つまりだ、そいつは人類にとっても規格外、化け物呼ばわりされて心がささくれ立ってるんだろ。お前さっき中指にあれかかってたの、今は別に何もない、モザイクがない、物理じゃなく心だよ、つける隙があるというわけだ。なるほど、誘惑ね、世界の半分をくれてやろうみたいな。もっと直接的な誘惑だ。詰まるところはそう、色仕掛け。この私の可憐さと優しさで勇者のいてついた心を溶かして、意のままに操ってあげる。きつ。あ、売ったな、喧嘩売ったな、また中指に。まとめ買いして転売すっぞ。自分の品性まで売らないでよ、やりたいことは分かったから。シュルルルル。ただその姿で近づいたら対話の余地もなさそうだから、人族の娘に変身してバレないように気をつけながら誘惑しなきゃいけないよね。なるほどね、バレないようにね。魔王様、ちゃんと町娘やれる？普通の町娘はガニ股で中指立てないよ。私を舐めるな。というか、私が切れるのはお前がおるからだろうが。はいはい、じゃあお詫びに、うまいこと騙して勇者とのデートに取り付けてあげるから。魔王様は明日までに可愛い町娘のイメトレでもしてなよ。ああ、レベルの割に有能だな、お前。レベルだけが全てじゃないっていうことで、戦闘力が全てじゃないってことです、勇者誘惑大作戦。ようやっと着いた。魔王シュトラーフェってなんか聞いたことあるな。同じ作者さんの前作で出てたキャラじゃん。ここが人族の町、つまり敵陣の中心ってわけか。大丈夫だな、私。角も翼も隠せてある。でも髪の色すげえ気になるけどな。白黒ツートンの髪はまあ自前で染めたやつだから、よし、あ、自前で染めたんだ、それモノクマみたいな。あのね、魔王様、そうやって物陰でコソコソしてるのが一番怪しいんだよ。うわ、お前、それ仮面そのままでいいのか。仮面、タコ足さえ隠せれば大丈夫。タコ足なのか、お前。ここが目隠しになってて、下がタコ足なのか。人族も仮面ぐらいはファッションでつけてるよ。それよりあれ見て、あれ。まあ、勇者グラビスね。え、もしやあの仏頂面が。勇者グラビスレベル99、不機嫌そうな顔はデフォルト。こう考えるとキャラクターがほとんど前やった同じ作者さんの機械仕掛けの嘘と夢と同じような同じキャラなのか、つながりがある感じなのかな。あれがどうすれば初対面の町娘とデートする気になるんだ。依頼出したら引き受けてくれたよ。マジか、どれだけ強くても高額クエストに釣られちゃうのが冒険野郎の差がだよね。なるほどな、それが魔王の罠だとも知らずに。あ、これ人差し指だからセーフなのか。いける気がしてきたぞ。
今日の魔王様は勇者様のファンの町娘って設定だからね。それじゃああとは頑張って。ついててくれないのか。デートくらいできるでしょ、子供じゃあるまいし。相手レベル99なんだけど、僕がなんとかできるレベルじゃないよね。観光してるからよろしく。まあ、いたとってだな。おい、こっそコミカルなくせに早い。仕方ない、行くか。む、第一印象は大事だろうな。どうやって声かけよう。ああ、なるほどね。どうやって声かけようかな。まずは、お命ちょうだい、つかまつる。死ぬ、死ぬって書いてあるじゃん、もう。お命ちょうだい、つかまつる。なんだ、このどこからともなく溢れてる根拠のない自信は。勇者が好きだらけの今がチャンス。いける気がしてきた。いな、いける。うおー。我が名はシトラフェ。お命ちょうだい、つかまつる。覚悟はそこまで言えと言ったか。うん、ぬるいわ。ああ、殺された。何ってわ、レベル99のくせに装備かコンボだ。この町で2番目に良質な武器だ。属ごときにはこれで十分。素手でも十分だろ。せめて銅の剣買って、あと値札取れ。え、値札、あ、本当だ。勇士依頼を装って暗殺に来たやからは貴様で1000人目。キリバンイラストに代わって死をプレゼントしてやろう。古いな、キリバンイラストっていう概念が。いい、待って待って待って、踏み逃げさせて。古いな。こうして魔族のトップが敗れ、世界は人族の天下となるのであった。めでたしめでたし。だどうなだと選択肢に戻りましょう。こんにちは、可愛らしく可愛らしく。こんにちは、もしかしなくても勇者様だよね。貴様が依頼人か。はい、シュって言います。今日はよろしくね。うん、俺は忙しいんだ。とっとと終わらせるぞ。ついてこい、女。女呼び、マジか。今時そんなやつ魔族にもいないぞ。女じゃなくてシュウです。覚えて帰ってね。なぜ俺が一階の町娘の名をいちいち覚えねばならんのだ。こんなんだから人族に嫌われてんだよ、お前。そういうやつにね、デートなんだよ。断る。いや、ちょっと待って、いくらなんでも堅くなすぎる。逆になんで、確かお金が出してるでしょ。名前くらい呼びなって。こっちとら金で名前呼ばれる権利買ってるようなもんだよ。いくら出したのっていうか。ほら、リピートアフターミー、シュウ。え、んな、ファッキン。気張って声出さんかい、シュウ。ああ、もう態度が。シュウ、当てれてんだ。イエスイエス、やりゃできるじゃんよ。むしろなんでできなかったの？なんか呪われてる？女を名前で呼んだことがない。そんなやついる？ああ、それ普通に照れてたんだ。もしかして勇者くん、女子に免疫なさすぎ？オタクに優しいギャルになるよ、俺。それか人族、そんなにこいつに冷たかったのかな。かわいそうなやつなのか。まあいい、とにかくこいつはちょろそうってこと。ガゼンやれそうな気がしてきた。これで満足か。うん、満足満足。それじゃ行こうか、グラビス様。俺は名で呼ぶことを許可していない。そう、しゃらくさいこと言わないでよ。依頼なんだからさ。町娘がこんな砕けた喋り方するか。で、歩き始めたはいいけど、これからどうしたらいいかな。グラビス様、どっか行きたいとことかあんの。完璧なデートを計画せよと依頼したのは貴様だろうが。こちらで完璧なコースを設定した。貴様はただついてくるだけでいいよ。楽だね。ほうほう、進化の差し金だな。ちなみに午前は絵画鑑賞、昼食を取った後午後は舞台鑑賞。なんかちょっとお金持ちのデートって感じ。カフェで小休憩し、夕方にお土産を買う時間を設けた後、解散の手はずとなっている。遠足か。大した違いはないだろ。いやいや、ちゃんと違い作ろう。ほら、デートなんだから手をつなぐ。手をつなぎ、うちに仕込んだ血死毒の針で俺を刺すつもりだろ。しないよ。え、怖。人にそんなことされてきたの。うん、だが残念だったな。毒も呪いもおかげさまで十分に耐性がついたぞ。いやいやいや、何もないって。ほんと手つなぐだけ。何もないならつなぐ意味はないだろ。デートが仕事じゃろが。へえ、からさっさと手出さんかい、我。ちつないだ。ああ、午前の絵画鑑賞は前予想通り退屈だった。そうだよな、興味なかったら特にね。人目がありすぎて色仕掛けどころじゃないし。勇者くんは横で解説してくれてたけど、手の震えの方が気になってあまり頭に入らなかった。緊張してんだ。刺したりしないよと伝えたら、大変言いづらそうに緊張してるだけと申された。いくらなんでもうぶすぎる。手をつないでるだけで籠絡できるんじゃないかなんて思ったけど、やつのレベルは間違いなく99。攻撃2回で私を粉砕できる強さだ。あ、一発は耐えるんだ。楽観してはいられない。次は昼食、テーブルを挟んで会話できる貴重な時間。なんかサキュバス連れてきたらイチコロさんじゃないかこいつ。ここが一つの勝負時だ。一歩踏み込み、距離を縮めてみせる。私はカツ丼定食、 B 定食1つ。まさかデートで定食屋行くとは。ここの定食屋が最もコストパフォーマンスに優れてる。そんなサイゼリアで喜ぶ妻みたいな。依頼であろうと文句は言わせんぞ。美味しければ何でもいいけど、食事にコスパ求めたり、あとまあこんな依頼受けたりしてさ。グラビス様ってそんな金欠なの。そんなわけないだろ。金は十分ある。その上で栄養と値段のバランスを求めているだけだ。依頼の方は？あ、可愛い女の子とのデートの話だから、むしろ積極的に引き受けたみたいな。
うぬぼれるな。張り出された依頼は全て引き受けてる。すごいね。RPG の主人公じゃん。ムカつくけどすごいこと言ってるな。本当に全部なんで？依頼を出してるということは相当困っているのだろう。あ、いいやつではある。俺には力がある。解決できるなら手を貸すべきだ。国王も焼き土下座など披露せず普通に頼めばよかったのだ。くだらん。ああ、断ってたわけでもないんだ。指作一つでダウンさせられるから怖かったんだろうな。それにしたって偉いね、グラビス様。困ってる人ほっとけないんだ。だからできるからそうしているだけで、その方が世の中うまく回るから。ほらめられ慣れてないな。しかしここはつける好きだ。でもでもグラビス様にも困りごとを解決できない人が一人いるよね。一人誰？何？グラビス様自身だよ。ああなるほどね。こんなに頑張ってるのにみんなグラビス様を恐れてばかり。うん、困っているわけではない。愚民の態度に呆れているだけだ。別にショックとか受けてないし、悲しいとかないし。傷ついてんな。ねえほら寂しいんでしょ。ここですかさずこう。おうな。ねえグラビス様、私はグラビス様の困りごと解決してあげたいな。貴様は怖くないのか。レベル99、力255の、この俺のことがカンストしてるし、なんかバグ使ってるレベルだな。腰抜かすほど怖いわ。ご本尊敬はしてるけど怖くないよ。グラビス様の孤独を癒してあげたいと思ってる。だからあーずっとそばにいてあげる。なんでだよ。え、黒丸がダメってわけではないの？じゃあずっとそばにいてあげる。ガッと迫って殺し文句でぶっ殺す。というわけでずっとそばにいてあげる。ずっとそばに行ける。そしたらもう寂しくないでしょ。そう、そうだな。もう寂しくはないし、これ以上必要なものはない。なんで？え？なんで？そんなわけはないって。そんな人がいるわけない。きっと偽物だって。え？はっ。え、いやいや、なんだここ。魔王城ではない。薄暗くて狭い。確か勇者殴られたよな。まさか正体がバレて牢獄に？いや、わかってる。皆まで言うな。嫌な答えは見えまくってる。とりあえず脱出こう。どこへ行くつもりだ？ダッシュ。ゲッ。ああ、怖い。なんで？うわ、目が割っとる。外に行く必要はない。俺の孤独を癒してくれるのだろう。あ、そんなんだからもうダメなんだよ。そんなつもりあるけど、外には行きたいな。いい、出てボケなす。ギブ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 。ダメだ。か弱いお前が外へ行くと、たちまち魔族に食われてしまうぞ。クソ、力255だからって雑魚扱いしてくるのは、俺に比べたらっていうこと？俺は唯一俺に寄り添ってく、お前は唯一俺に寄り添ってくれた人間。お前の代わりは誰もいない。失うわけにはいかないんだ。お愛が重い。出会って3時間の一元さんに言うセリフじゃねえんだよな。一旦落ち着こうね。私が魔王だって話とかしよう。人だろうと魔王だろうと関係ないさ。必要なものは全部奪ってきてやるから、ずっと俺のそばにいてくれ。ダメだ、会話が通じない。助けて進化、誰か。ダメです、もう無理です。こうして勇者と魔王は末永くつつましやかに暮らしましたとさ。魔王は確かに魔族からしてもめでたしかもしれない。めでたしめでたし、カゴの鳥。じゃあまずは友達から始めましょう。微妙に距離感を生んだな。安易な接近はヤンデレやメンヘラ運ばかりだからな。そんないねえよ。でも友達だっていいもんでしょ。まあそうだな。友人と呼べる存在すら俺にとっては初めてかもしれん。そこまでか。責任重大だね私。あまりにもちょろすぎると逆に駆け引きが必要になるんだよな。いただき女子のリリちゃんのマニュアルを読んだのかな。ま、今日はまだ友達で大丈夫。少しずつステップを踏んでいけばいいさ。刺されちゃうからね、急にこういうのに入れ込みすぎると。おい定食が来たぞ。あ、はいはい。グラビスってテレアだね。よ、呼び捨ては許可してない。ダチなんだからいいだろうがよ。続く舞台鑑賞は、まあこれも趣味ではなかった。使命に生きる女、女に惚れた男。さあ女は使命と男、どっちを選ぶかなみたいな話。なんかそれ聞いたことあるな。よくあるラブロマンスだね。ちなみに女は使命を選びましたとさ。年頃の人間が好みやすいジャンルを選んだあたりはお利口かもね、勇者くん。それに俺もん、このような事態に陥った時、俺も使命を選ぶべきだろうか。うん、問いにした時点で心は決まってんじゃないの。それ使命より私を取ってくれよと。むいいんじゃないですか。会いに来たってねえ、我慢して使命果たしたって世のためにしかならないぜ。世のため、結構なことだろ。それ以上大事なことがあるか。何言ってんの、自分が一番大事でしょ。自分一人守れないくせに世のため人のためだなんておこがましいと思わんかね。狭間先生奇弁だな。世の中がなければ自分はありえない。私は自分がなきゃ世の中ありえないと思うけどね。俺もそう思う、どっちかというと。じゃあ思想だのなんだの抜きにしてさ、友人の気持ち覚えといてよ。無理はしないで。君がいつか愛を選んだ時、世界が許さずとも私は祝福するよ。まあその言葉は頭の片隅に留めておいてやろう。おかげさまでなかなかいい呪いを仕込めたと思う。初接触としては上出来ってことで、おとなしく帰還を目指しましょう。
8から255だとちょっと夜過ごしたら私ぶっ壊されてしまうかもしれんな。カフェで一息ついたし、あとはお土産選びかな。特産品は向こうの通りだが、お前は週週はこの辺りに住んでるのか。うん、遠出してきたんだ。だから素直に特産品を買おうかなって。そうか、どの辺りに住んでるんだ。どの辺り、難しいね。魔王退治の旅に出た時、ついでに寄ってやらんこともないが、現地妻みたいに旅の終着点なんだよな。それはね、ってあれはん、あら、なんだこんなところにいたんだ魔王さん。おい、うかつすぎる。ボケナスが隣に勇者いるやろが、仮面外してみろや。ごめんて、てっきりそちらの魔物さん連れて進行に舵を切ったのかと。魔物さん、どこに魔物がおるっちゅんじゃい。グラビス、これは、ダメでした。うわ、魔物シュー、ん、いや、グラビス、まさか今ので全部バレた。そいつも友達か。嫉妬してる。あ、そういう、めちゃくちゃ M じゃん。何、成果ありすぎだね。ありすぎるぐらいだね。命を落として当て馬した方がいい。命大事だ、バカ野郎。妙に慣れ慣れしいな。もしや友達以上か。こいつ仲良くなったらやばいかもしれない。だから俺は友達止まりだったのか。正直に答えてくれシュー。そいつは一体何なんだ。ダメだダメだ、クソ、もうカルピス崩らすぎる。このままじゃコンボが振られてしまう。どう対応したらいい。弟です。じゃあ死にに行こうか。弟です。弟、そう、弟だよ。帰りが遅くて迎えに来たのかな。まったく慌てんぼさんめ。なぜ嘘をつく、暴れる。魔を滑る者がテンタクルと強打のはずがないだろう。なんで分かってんだよ。聞く、やっぱり全部バレてんの。まあ、勇者って鋭い。お前が嘘をつくというのなら、やはり俺も嘘をつこう。この心を奥底にしまい、今ここで使命を果たす。まあまあ、テレキャスタービーボーイみたいに殺された、潰された。魔王を撃った。加減が効かず町ごと壊れ、多くの兵が押し寄せたが、それも皆切ってしまった。コンボで使命を果たしたはずなのに、自分の心も居場所もどこにもない。衝動のままに人族に害をなす獣、お前のことやろ。その頂点に立つ者を人は何と言っただろう。どうか、これからは俺が魔王だ。あー、ちょっとごまかしただけじゃんね。はいか、はいかです、はいか、はいかです。テンタクルのヒューノくん、レベル12、指フェチ後輩萌え、セシコは男。あ、そうなの。ちょっと魔王様漏らしすぎ。私には1ミリもかすりもしない。マジでビジネスの関係だから、信じてコンボ下ろして。神様、仏様、グラビス様、どうだ、取ったか。取った。確かに魔王なら側近を多数従えていてもおかしくはないか。そっちはいいんだ、魔王の方はいいの、信じよう。ほ、いや、ほじゃないと思うよ。魔王だってことバレちゃったよ。あ、バレるも何も、お前が魔王だということは初めて見た時から分かっていた。嘘、マジで。レベルが99もあれば、盗賊の目や賢者の瞳を宿すくらい造作もないことだ。そんなスキルツリー広いの。見えているぞ、お前たちのレベルも種族もな。関係までは書かれてないが、まあ先ほどの言葉に偽りはないのだろう。なんでそこは信用できるの。はい、レベル差って絶望的だね。暗殺が目的ではないようだったから様子を見ていたが、結局何なんだ。友人になりに来ただけか。あ、そこまでは分かんないのね。そっちは分かんないんだ。まあ目的は達成したような感じなんですけど、ねえ、もしかして私たち今討伐されちゃったりする。どう、なるほど、これが目的で俺はしてやられたということか。はい、してやりました。その上で見逃してほしいなって思ってます。素直ばかりが美徳じゃないんだよ魔王様。もう一度問わせてもらう。お前は怖いか。レベル99、力255の、これの、この俺のことか。あー、難しい質問。怖いかだと、腰抜かそうと怖いわボケ。あー、切れちゃうんだそこ。選択肢じゃなかったんだ。だけど怖くねっつって対等ぶるのがせめてもの意地なんだよ。わかるかてめえによ。はん、そっか、俺は魔王を撃たねばならないが、王から賜った使命、より正しくは魔王城へ行き魔王を滅ぼすことだから、今は構わない。そういうことにしておいてやろう。どういうことぜえぜえ、今の、見逃された。今のであだ、魔王城に行くというプログラムを先にしないと、魔王を倒すという実行が起きないのね。そうだ、見逃してやる。今日のところは解散だ。そのただの配下を連れてとっとと本拠地へ帰るがいい。強調してんね。あは、じゃあ私たちはこれで。ああ、シュー、そんなすれ違ったみたいな、記憶を失ってすれ違ったみたいなスチルになってますけど、そんなことない。あ、はい、また会えるだろうか魔王城以外で。え、あは、まだだって分かってんのに、かかりに行くんだな君は。ああ、友人だからな。いいよ、考えておいてあげるから、魔王城へはゆっくりおいで。それじゃあまたね、グラビス。
フラビスはでもちょっと免疫なさすぎて怖えけどな。どう転んでも無理だろ。私以外で一回免疫をつけてくれ。うー、生きてる。いきなり中指を上げて切れた時はどうしようかと思ってたけどね。魔族ってのはどんな相手が兄弟でも中指立てなきゃいけない瞬間があんのよ。かっこいいのか、その瞬間だったかなあれ。ま、結果的に良かったんだからよし。でものんびりはしてらんないな。早く次の計画立てないと。勇者が病みすぎない程度に距離を縮めるにはどう誘えばいいのやら。むずいね。魔王様さ、何さ、罠にかけるつもりで実は魔王様の方が罠にかかってるなんてことはない？あはは、そんなことあるかもな。でも罠にかける意味ないからな、あっちからしたら。なんかね、してやられた気分。そんな気分なとこ悪いんだけど、良くないニュース流してもいい？いいニュースと悪いニュース両方持ってこいや。え？北の聖女がレベル99になりました。ああ、あら、いいじゃない。ふざけんな、トゥルーエンド。次はじゃあ聖女ルート行こう。はい、ということで、魔王ちゃんの勇者誘惑大作戦でございました。ご視聴ありがとうございました。